天下一流でやってみます。相手は激怒の王子ベジータ。こいつはね、バトルカードを破壊してくる厄介なカード。一応4度目された時のためにこの悟空を握っていこう。先行です。先行は俺もうね、先行はワンパン、先行はリーダーでワンパンって決まってるんです。俺最近学んだこれを。で横に1並べて相手のライフをいきなり4にするっていう流れもあるんだけど、やっぱねワンパンで調子様子を見ないと。高校1段目からの覚醒が結構怖かったりするんでね。まあリーダーにもやるのかな。来ましたね、どうしよう、両方受けてみようかな。これ両方受けてもいいよね、これ、両方受けてみよう。ちょっと危なっかしいプレイングしてみます。両方受けて手札の3の悟空使って変身というところからやっていこうかなと。さてでは早速この3を出して変身。ライフを手札に加えて変身。さているよね。あ、1枚しかなかった。ライフに行ってるな。他危ない、こういう事故あるんだよね。2枚ともライフだよ。まあ悪くないか。こいつ手札に来ると結構厄介なんでね。ライフに行っちゃってるのは割と悪くないんだけど。どうしようかな。相手除去できるから、かなりめんどくさいね、これ。あんまでかいの出したくないし、これは、このまま殴るかね。25,000 だと、これ場の15,000の18号を使ってもガードしきれないんで結構めんどくさいと思います。あ、受けてきた。そうなると俺はこうなんだけど、ここでできれば25,000以上のアタックするとうまいな。この場の18号をね使ってもガードできない数値で攻撃してみる。あ、受けた、全部受けた。なるほどね。で、相手のベジータが覚醒するとアタック時に場のバトルカード破壊なんですよね。なのでこの4を処理される、まあ4といっても実質3で出したからエネルギー3個分をちょっとサクッとノーコスで倒されたことになっちゃうから、何やってんだちょっと相手プレミしましたね。今覚醒した後の効果じゃないとレベル4は倒せない。やばいな、これ2万でプレスされるとかなりきついな。2万いっぱい並べてきた。これきついよ結構ね。1枚引いてブレイクするという効果、これ結構痛いんだよ。あ、乱戦するんだ、乱戦するんだ、しょうがねえ。でも1枚ガードでいけましたよ。まあ、このターン耐えれば、
相手残りエネルギー1か。ワンパン受けてもいいかもね。ここはガードして、残りの2パン受けていいな、多分。相手残りエネルギー1だったら俺、ゴリ押しできる流れだな、これな。あと全部受けよう。これは早く決着がつきそうですね。これ受けることでエネルギーが増えるんで、あ、もうここでひよったか、気づいたか、自分の過ちに。そうか、二度目でワンパンでっていう、ワンパン圏内にしたってことだな。効果で2エネで2枚、直でドロップ送り、これが強いんですよね。あ、おそらく手札2枚来ちゃってるか、このゼロは変身できないんで、こうして、こうかな。で、このカードを一応これゼロ使ってエネ加速をしながら除去しますと。やっぱゼロはね、あとエネルギーを増やす目的でも使えるっていうのは覚えておいた方がいいですね。で、2万5000からの、さあ何引くからな。あー、ニコスバニラじゃないのが惜しいが、まあ結構厳しいと思うんですよ。1万2枚でもガードできないからね。これは取ったね。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたと